はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日は前回の続きですね。悪夢より来たるものグランゼドーラの母の、なんかクイズみたいなやつのね、2番目をやってみようと思ってます。で、戦闘にはならないと思うんですが、一応サポートとしてね、キラードロフさん、アラジンさん、ジルさんに入ってもらってます。で、一番左を、1と推理しました。今日はね、ちょっと真ん中の数字やってみたいと思います。で、時間があれば右側の数字もやってみたいと思うんですけど、とりあえず真ん中の数字ね。人々が出会いと別れを求め集まる場所。そこより降りて出会える。輝かしき人ならざる者の手足の数を求めよう。人々が出会いと別れを求め集まる場所っていうのは、集会所みたいなとこ？そこより降りて出会える輝かしき。どういうこと？そこより降りてでしょ？まず酒場ここですね。多分出会いと別れがあるの酒場だよね。ここより降りてなんかの手足の数を数える。出会える輝かしき人ならざる者、人じゃない何かがあるの、そこに。ごめんなさい、もう一回ちょっと見させてください。手足の数を求めるのね。手足の数、指ではないんだな。ということで、ちょっとじゃあ酒場へとりあえず行ってみましょうかね。やっぱ酒場だろうな。あるいは宿屋っていう可能性もなくはないと思うんだけど、まあ、出会い別れって言ったら酒場だよね、ドラクエ10では。おりしものだから南側に行くんだろうな。ここでしょ、酒場って。とりあえず中ちょっと一回見てみるか。ここ、おりしものってこっちかも。人のならざる者の手足っていうのは、ここにいるモンスターの、手足？こいつしかいないよね。君手足何本？ってことはゼロですかね。こっちは人だもんね、どう見ても。ゼロかな。とりあえずちょっとだけ南側を見てみましょうか。こんなとこに公園があったのか知らなかった。この子はどう見ても人だもんな。あ、座っちゃった、座っちゃったよ。話しかけたいんだ。マデなんとかを倒したんだって。マデなんとか倒したんだよ。
さて、じゃあ0ですね。真ん中の数字は0と推理しました。10。じゃあ、あと最後の数字をちょっと見てみましょうかね。ちょっとメモっとこう。真ん中の数字は0と推理しました。はい、メモりました。合ってんのかな。で、でもって右の数字、王国の入り口から水があふれる人々の憩いの場。王国の入り口っていうのは上下どっちだ、下かな。水があふれる人々の憩いの場、憩いの場から力を求め剣が交わる場所、剣が交わる場所から思いを文字で届ける場所。うわ、難しいぞ。ちょっと待って、まず憩いの場ね、ちょっとメモりますよ。憩いの場、そっから力を求め剣が交わる場所、剣が交わる場所、そこから思いを文字で届ける場所。文字で届ける場所、それからたどる奇跡からそれは浮かび上がる。ちょっともう一回見ます。もう一回見させてください。右の数字、これ最初に憩いの場の前に王国の入り口だ。入り口、憩いの場、剣の交わる場所、文字で届ける場所。これって別に歩かなくてもいいんじゃないか、もしかしたら。王国の入り口が王国の入り口がいわゆるここじゃないですか。入り口から憩いの場、憩いの場っていうのは中央かな。中央で剣の交わる場所ってここだよね。そこから文字で届ける場所、郵便局。4じゃないですか。4、こっから中央に行きますよね。中央が移動できないので中央行きますよね。そっから武器屋に斜めに、左斜めに降りてきて、で郵便局の右横にか4だ。104と推理しました。この中で一番不安なのは最初の1番だな。ちょっとこれでじゃあ行ってみましょう。104で合ってんのかな。104って試してないか。適当にこの前入れましたけどね。さあどうかな。104、左の数字1、真ん中の数字0、右の数字を4。あ、開いた。吸い込まれた。
あ、やべえ、戦闘になっちゃったかも。ああ、なんだ、ばあちゃんとこ来たわ。一応出ることはできますね。まあ出る前に話しかけないといけないだろうな。あ、どっかで見たようなばあちゃんだわ。ほっほっほ。この館に客人が来るとはいつぶりかの。グランマーズの館へようこそ。グランマーズ、うん、グランマーズ、グランゼドーラの母なんて呼ばれたりもするが仕方がない。しがない、ただの夢占い師。仕方がないじゃないね。しがない、ただの夢の占い師。何か困ってる子？いいえ、特にはなりません。お、分かっておるとか言われちゃったよ。不吉な悪夢に悩まされているんじゃな？うん。あまたに別れし、運命の糸を手繰りて、この者の行く道を示したまえ。どこや？え、真っ白で全然分からなかった。あ、見えんのか。どうやら邪悪で強大な力に邪魔されているようじゃ。お前さんも気になって何が何でも占ってほしくなってきたじゃん。そこでじゃ、金を出せ。夢占いの力を高めるためにロボスコーチに行き、清めの洞窟でこの水晶玉を清めてきてくれんかの。いい返事じゃ。返事してないし。割っちゃったらどうするんじゃ。まだ手はそのままだぞ、ばあちゃん。出て南じゃ。洞窟内でキラキラしている場所を調べてみるといい。くれぐれもよろしく頼んだよ。うん。宝箱の仕組み、あれは館を訪ねるものを試しているんじゃよ。わしの夢では安売りしないんじゃ。うわ、このばあちゃんふっかけてきたわ。まさかぼったくり占い師が住んでいたとは。ということでね、宝箱の中身はですね、ぼったくり占い師でした。ぼったくり占い師。ほう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 。行き先は？あ、割と近いですね。割と近いけど、次回にしようかな。ちょっとどの程度の時間がかかるのか読めないので。次回にしてみましょう。で、ここは？おお。どこへ戻るんだ？おお、ここへ戻るのか。ああ、こっからグランマーズの館へね。了解です。ということでね、次回ちょっとしょうがないんで、ぼったくりのばあちゃんの言うことを聞いてみたいと思います。うん。どうなんだろう。戦闘になっちゃうかな。まあ多分、サポはね、このままの状態で行くことになると思いますので、どうなることかしらって感じですね。で、バダルさんは、魔法使いがカンストしたので、レベル90になったのでね、今度は僧侶をね、カンストするように頑張っていきたいと思ってます。ちなみに、25万ぐらいないとレベル86になりませんね。僧侶は今こんな感じ。回復魔力をもうちょっと上げたいとこだけど、この装束をね、魔法使い用
になっているので、これを僧侶用に買い直したいとこだね。今度回復魔力の高いやつで、こっちは今現在使ってないけど、まあ買い直してこれは捨てちゃう捨てちゃうのはもったいないけど、まあ結晶に変えちゃう、そんな感じにするしかないかな。ブレス系ダメージもまあいっちゃいいけどね。ということでね、頑張って次回やっていきたいと思います。戦闘になるかな。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。